浅田真央です。今日は私の大好きなアルスワのスキンケアルーティンをご紹介したいと思います。イエーイ。ということで、なんと16歳の頃から使っているので、もう人生の半分なので、アルスワの製品のことなら任せてください。途中皆さんからいただいた質問にもお答えしていきます。アルスワのスキンアップケアは、洗う、除く、潤すの3つのステップが基本です。まずはじゃん、こちらが洗う、アルスワクイーンシルバー、そして除く、クレイパック、最後にじゃん、潤すローション。この3つのステップが本当に大切なんです。シンプルなステップでしっかりケアできるところがとてもお気に入りです。クイーンシルバー、黒い、四角い、ちょっとインパクトのある見た目なんですよね。でもアルソワさんのロングセラーなんです。50年もずっと使われ続けているんですよ。すごいですよね。天然由来のミネラルや炭、蜂蜜も入っているんです。なんと職人さんが手作りしているんです。とにかくこだわりもすごいんですよ。それでは愛用歴15年の私、浅田真央が泡立ての仕方をお伝えしますね。まずは手をきれいに洗います。ここがポイントなんです。手が汚れているとちゃんと泡立たないんですよ。だからしっかり洗ってください。それから冷たい水よりもぬるま湯を使うと泡立ちやすいですよ。そして石鹸を手のひらで数回こうやって転がします。そして力を入れずにリラックスするのがコツです。はい。これくらいになったらちょっと力を入れてきめ細かい泡にしていきます。空気を入れながら、はい、本当に香りも大好きで、いつもこうやって混ぜながら香りにも癒されてます。そうなんですよ。動画だと、ね、香りが伝わりにくいので、それが残念ですけど、皆さんもぜひ試してみてください。いい感じでできました。皆さんちょっと見ててくださいね。いきますよ。おお、ほら角が立つんですよ。そしてですね、なんといっても逆さまにしても落ちないんです。そしてこのもっちもちの弾力なんですよ。なのでこれぐらい泡立ってきたら OK です。なんかいつもよりいい感じにできました。そして洗う時のポイントは、手でこすらないようにこのふわふわの泡を使って洗うことです。もこもこで泡の弾力もしっかりしているので、肌に触れなくてもちゃんと汚れも落ちるし、さっぱり洗えるんです。気持ちよさそう。では早速洗っていきたいと思います。おお、いや気持ちいいです。本当にもう分かりますか、皆さん試してもらいたいんですが、これがアルスワクイーンシルバーのミネラルの力なんですね。はい。以前インスタライブをやった時に多くの質問をいただいたので、その中からいくつか質問にお答えしていきたいと思います。最初の質問です。美肌の秘訣を知りたいです。まずはしっかり洗うことがとても大事です。アルスワクイーンシルバーは洗い上がりがしっとりするので強い味方ですよね。以前アルスワさんの研究所にお伺いした時に、マイクロスコープで肌を見てもらったことがあるんです。私は去年で30歳になりましたが、きめ細やかな肌が維持できていると診断をしていただき、自分の肌に自信を持つことができました。毎日3ステップのスキンケアを大切にしていたおかげかなと感じています。次はこちら、クレイパック。洗顔と保湿は皆さん
やっているかとは思うんですが、この覗くというステップもとても大事なんです。古い角質や汚れを取り除くとローションの馴染みもすごく良くなるんです。クレイパックって保湿のイメージってありますか？このクレイパックはミネラル成分も含んでいるので、パックをすると柔らかくなった感じもするし、しっとりするんですよ。クレイパックは肌の状態によってだいたい週に2回から3回使うのが目安です。それではちょっと中身をね出してみたいと思います。中身は見えますかね。見た目はグレーっぽい優しいグリーンっていう感じですかね。柔らかくて肌との馴染みもとてもいいんです。濡れた肌でも使えるので、お風呂とかでも大丈夫です。こちらも素材にこだわっていて、モシリクレイという北海道で採れる天然の泥を使っているんです。これが原石なんですよ。すごいですよね。めちゃくちゃ綺麗。外気に触れていないので酸化していなくて、だからこんなに綺麗な優しいグリーンなんです。ちょっと話が長くなりましたが、実際に使っていきましょうということで、こちらアルソアクレイパックですね、使う量なんですけど、はい、こんな感じでこれくらいです。見えますか？実際にこれをつけます。滑らかで伸びがいいんですよね。本当に気持ちいい。こんな感じで柔らかくなった感じ分かりますか？粒子が細かいので毛穴や小鼻の脇などにも密着するんですが、洗い流すときは水との馴染みが良くてスーッと洗えるから肌への負担も少ないんです。はい、ここで次の質問です。今実際に使用されているアルソア製品を教えていただけますか？今回紹介しているアイテムは定番でいつも使っています。ちなみに今紹介したアルソアクイーンシルバーとクレイパック、ちょっと贅沢なんですが、私は顔だけじゃなくて体にも使っているんです。気持ちいいですし、おすすめですよ。それでは3つのステップのラストです。潤すローションですね。アルソアさんのローションの特徴はとにかく水にこだわっているところなんです。長野県佐久市のお水がすごくきれいなところにアルソアさんの工場があって、八ヶ岳水系の水をベースにローションに使う水から開発しているんですよ。そのお水をたっぷり使ったローションだから肌なじみがいいんです。では使っていきましょうということで出します。ポンポンポン、はい、500円玉ぐらいの大きさに出します。これを肌にこうつけて、ポイントは3回重ね付けをすることです。でゆっくりこうなじませていくイメージですね。もう一回、そうですね、こうやってずっとこうやってやってるとつけるたびにこう潤っていく感じがあるんですよね。そうなんです、こんな感じで結構むっちりもしてくる感じがありますね。ずっと使ってきていて、私にとっては当たり前のように感じてしまうんですけど、やっぱり肌との馴染みが最高なんですよね。さらっとした感じも好きですし、うまくは言えないんですけど、内側から潤ってる感じがします。はい、ここまでの3ステップが基本のスキンケアなんですが、私の場合は肌の状態や季節に合わせてもう一アイテムプラスしているんです。それがこちら、保つのエッセンスです。ローションで肌に潤いをしっかり与えた後に、それをちゃんと保つために使っています。エッセンスは 2,3 プッシュ分ぐらいがちょうどいいかなと思います。 1,2,3 この顔全体にこういう感じでなじませていきます。目元などかさつきが気になるところは、私はもう1プッシュぐらいして、で目元のところをこうこんな感じで追加でプッシュしますね。そうするとスーッと伸びて
本当にこう潤ってる感じがします。こんな感じでしっとりしました、皆さんいかがでしたか、私が16歳からやり続けてきたルーティンを紹介してみました。修繕由来のことだったり、お水のことだったり、肌のことを考えてすごくこだわっているので本当におすすめできます。皆さんもぜひ使ってみてくださいね。またー。